昔の話。息子の反抗期がひどくて精神的に参っていたら、私より先に娘たちがブチ切れた。息子は典型的な末っ子長男で、待望の男の子に夫がはっちゃけ、女3人男1人で肩身が狭かったが、ようやく味方が増えると意味がわからないことで喜んでいた。小さい子特有のイヤイヤも、男の子だから仕方ないと何でも許し、同級生の子をペンで刺すのも男の子だから RY、 隣の家の庭に爆竹を投げ入れるのも男の子 RY、 エアガンで部屋中穴だらけにするのも、好き嫌いが多いのも男 RY とかばい、息子を叱ろうとする私を逆に叱りつける始末。お前は叱りすぎるんだと知った顔して、息子だけを外食に連れ出し、男同士の付き合いをして帰宅するのがいつもの流れ。私が息子の自閉症あるいはグレーゾーンを疑ってからは、私を毒親扱いして、ますます男女で家族は分断されていった。そんな息子が思春期に突入し、ますます粗暴な態度を取るように。気に入らないことがあるとすぐに部屋に引きこもる。その日も何か気に障ることがあって部屋に閉じこもろうとした。ちなみに息子が使っている部屋は元私たち夫婦の寝室。男の子だから一人部屋がないとかわいそうと言い出した夫の采配でそうなった私たちは客間を使用。寝室の横には小部屋があり、私のドレッサーを置いていた。出かける用事があって身なりを整えたいのに、息子が引きこもるせいで部屋に入れない。説得してもなしのつぶて。困っていたら、ちょうど帰宅した次女がまたかと怒り出し、コインで鍵をこじ開けようとした。平たく硬いもので、ドアノブの中心を回すと開け錠されるタイプ。当然息子は抵抗し、ドアが開かないよう内側で踏ん張る。人に迷惑をかけるなと怒る次女に刺激され、息子もいろいろとヒステリックに叫んだのだけど、鉄くせえんだよババアという下劣なゼリフに目が点になった。ババアや死ねといったゼリフはかなり言われていたけど、性的な罵倒は初めてだったから。次女はショックを受け、私は唖然とし、騒ぎを聞きつけ駆けつけた長女は無の表情になった。なんてことを言うの、お姉ちゃんに謝りなさいと叱ったのだけど、ここでは書けないようなことをたくさん言われた。性的に罵った方が効果があると思われたみたい。そうしたら衝撃から立ち直った次女が、くせにとつぶやいた。次の瞬間、かける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 してるくせに、夜みんなが寝てからトイレでかける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 してるくせにと絶叫。一瞬その場が静寂に包まれた。畳みかけるように長女が、パソコンの履歴消してあげてたの気づいてる？だっさと爆笑した。あんたのせいでリカバリー大変だったなどと言い出して、話についていけなくて私だけ蚊帳の外。息子は狂ったように何かをわめき散らしていて、娘たちはひたすら普段とはかけ離れた言葉遣いで弟を煽る。もう収拾がつかなかった。結局用事はキャンセルして、娘たちを息子から引き離すために実家に連れ帰った。その後夫が押しかけてきて次女をビンタしようとしたので、かばって代わりに殴られたり、娘たちが家に帰りたくないと泣いたり、父が怒って夫につかみかかり振り払われて床についた手首を骨折したりと散々だった。その後もいろいろとあってそのまま離婚。聞くところによると、息子はなんとか高校を卒業して自衛隊に入ったものの、上官に目をつけられて退職。その後も人間関係がうまく構築できずに転職を繰り返しているらしい。元夫は未だにあの家に一人で住んでいるそうだ。定期的に近況を報告してくるので、無駄にあちらの事情に詳しくなってしまった。一応つなげている LINE に、息子から転職成功、年収50万上がる予定とメッセージがあり、そうとだけ返したら泣いてるスタンプが5個届いたのを追記しておく。